流されるプールか。流されるプール。お宝が流されてるんだろうけど。へぇー。わぁ、ちょっと怖いからセーブしよう。はい。あ、みんなの、なんかあの、ね。なんだっけこれ。あったよね。なんちゃれ横丁の。そう、黄昏横丁の能力がここに一応書かれてるんだね。うん、ってことはなんかあるんだな。ありそうだね。すごい。めっちゃ良さげなとこ。ね、綺麗。ここが流されるプールか。あ、お、おお。待ってたぞ。カナタ。ちょっとカナタ、これはどういうことよ。ヒーローのお面を盗むなんて反則だぞ。私のカメラ返してください。クスクス、慌ててる慌ててる。ま、そんなに慌てなくてもお宝はちゃんと返してあげるよ。この流されるプールでひなたたちに勝てたらな。ゼミゼミ。カエル卵なのら。ここは流されるプールデミ。参加メダルは1枚。それとお宝をたくさん。メダルとお宝がアトラクションの参加に必要。そうか、カナタはそのためにみんなの大事なものを持ち出したのか。なるほど。なるほどね。何がお宝よ。人の大事なものを勝手に景品みたいにして。大体私たちは流されるプールに挑戦するなんて言ってないから。お宝を返してもらうためにここに来ただけだからね。そうだね。うん。なんであんたが勝手に決めてんのよ。自分だけで挑戦すればいいでしょ。クスクス。とりあえずアトラクションのルールの続きを聞こう。プールは長い長いウォータースライダーになっているデミ。え、楽しそう。スライダーをボールに入ったお宝が流れていくから、一番下まで流れていっちゃう前にキャッチできればメダルゲットデミ。ほう。私のカメラは精密機器なのに。危ないね。最悪やだ。うん。しかしプールってことはまさか俺たちに泳げって言うのか。違うデミ。どうやってキャッチするの。ねえ、挑戦者はウォータースライダーの周りの通路を通ってボールを追いかけるデミ。え、むずくない。はあ、泳げないだね、しんたくんね。かわいい。うわ、ごめんない、しんたくん。ちょっとかわいいな、うんうんうん、あってもかわいいけどさ、うん。通路には障害物やアスレチックがいっぱい。勢い余ってプールに落ちないよう気をつけるデミ。ヒーローはプールに落ちてもへちゃらだけどな。めちゃくちゃ動揺してんな。質問。カナタはこのアトラクションで勝てたら大事なものを返すって言ってたけど、このアトラクションのどこに勝ち負けがあるの？キャッチしたお宝が自分のものかどうかは関係なく、とにかくお宝をキャッチするごとにメダル5枚あげるデミ。多くない？多いね。あ、自分で自分のお宝をキャッチするだけじゃないんだ。全員分ちゃんと拾えればめっちゃメダルもらえるじゃんね。え、そうだよね。ね。ってことはつまり、どういうことだ。大事なものがなくなったのは俺とカナタ以外の7人。ああ、ユウ先生は亡くなってないと。うんうん。つまり、これは参加者全員で計7回のメダルゲットのチャンスを奪い合う。対戦型アトラクションってことなんだ。ほー。そういうことだ。ユウ先生たちがキャッチした分はユウ先生たちのもの。でも、ひなたたちがキャッチした分は全部ひなたたちのものだぞ。本気で言ってるの？なら僕たちから勝手に盗んだ大事なものに対してよくそんなことが言えるね。こんなのもういたずらじゃ済まされない。みんなへの裏切りだ。お、うん、
がり、おいさん。くすくす。大事なもの、君たちこそ、よくそんなことが言えるね。さあ、どうする？別にみんなが参加しないって言うなら、僕はそれでもいいけど。そしたら、自分たちに必要なメダルだけもらって帰っちゃうからね。そうだね。うん。お宝はもう、カエル卵に渡しちゃったから。このアトラクションをクリアしなきゃ戻ってこないぞ。最低。ああ、ひどい。あ、待ちなさい。入るなら参加料払うでみ。え、でもさ、1個って割ときつくない？きついね。みんな残り1枚とかじゃん。で、1枚は持ってなきゃいけないから。うん。参加できる人限られてこないの。大丈夫かな？そっか。そうなんだよ。確かマドカとかは4枚持ってたんだけど、うんうんうん、ダイヤとかは1枚だったはず。そうね、マドカちゃんと、あと2枚持ってた子がいたな。ゾウヤちゃん。うんうんうん。は、持ってたけど、優先生も確か1枚だった気がするんだよな。うんうん、1枚だった気がする。いや、はやてくん来ない？いや、そうなんだよね。僕もそれを今ね、待ってる。ねえ。カナダ、どうして突然こんなことを。ここまでやるとは思ってなかった。ちょっと素直じゃないところはあるけど、本気で人を裏切ったりはしないって思ってたのに。僕が、間違ってたのかな。うん。ああ。ん？何がおかしなのら？ない。そうね。確かに少しおかしいかもね。彼方はよくこういう意地悪なことをするけど、いつもはこんな大掛かりじゃないというか、らしくないというか。そうね、ちょっとしたいたずらって感じの子だったもんな。うんうん、これはいたずらじゃないもんな。うん、クリティカルに表現できないけど、ダイヤが言いたいのってそういうことでしょ？こくり。ちょっとかわいい。何それ？かわいい。こくりって。こくり。らしくないか。まさか、カエル卵に何か吹き込まれたんじゃ。いや、よくわかんない。黒いモヤにね、吹きかけられたんよ。そうだね。そうだとしても、カナタがやったことは許されないよ。友達の大事なものをこんな風に扱うなんて。いやー、でもこれまでみんなひなたくんに対して、結構存在の扱いをしていたからなぁ。まあね。行こう。どの道、このアトラクションを攻略するしかないよ。いや、ここで巻き返せないとみんなやばいってことや。そうだね。流されるプール。頑張ろう。はぁ。めっちゃ BGM いい。新しいね。新しいね。うん、待って、一番好きかも、この BGM。すごい、なんかなんだろう、流されてる、なんて言えばいいんだろうな、こう、スパイラル感ある。ああ、いい、うまい、それ。うん。スタート地点はこの上か。結構登るな。みんな、大丈夫？おー！すごい！クラリエいるやん、プールに。いるわ。なんだこれ、雲の上？雲の上？いや、クラゲとか金魚とか泳いでるし、水の中なのか？そうね、空を泳いでるね。うん。今更でしょ？ここのアトラクションは何でもありなんだから。でもこれ、雲ってさ、あれよね、タイトル画面の雲と一緒だよね、これ。そうだね。しっかりしてよ、ユウ先生。はい。タジタジじゃねえか。え、めっちゃいい、ここ。うん。お。はい。カナタは別のスタート地点みたいね。いや、カナタくんにめちゃめちゃずっと気にかけてあげてるな、ダイヤ。そうだよね。うん、デミデミ。テステスってこと？全員スタート地点に着いたようなので、間もなくボールを流しますデミ。最初のチェックポイントは下をご覧くださいデミ。はい。
どうなってるんですか？どうなってるんですか？あ、下の方に開けたエリアがあるぞ。ほう。確かに、あの辺りでボールを待ち構えられれば安全にキャッチできそうだな。いや、雲が邪魔で見えん。うん。じゃあ、アスレチックを攻略して、チェックポイントを目指せってことだな。そんなことしなくても、その辺からプールに入ってキャッチしたらダメなんですか？危ないと言っても、プールはプールです。え、金魚とかいるけど？ねえ。絶対あの金魚はあの口からなんか吹き出してくると思ってますよ。わあ、クラゲとか電気ビリビリかい？いや、そんな気がする。わあ。確かに見た目は普通のプールで身が。あれ？こんなに透き通ってるのに、よく見ると全然プールの底が見えない。え、そこない？もしかして落ちるんですか？わあ。足がつくかどうかは保証できないでよ、み。なんだって？やばい、シンタくん！あ、ああ、泳げないって言ってた。ゾ、まあ、でも落ちなかったら別に大丈夫なんでしょ、ね、手伸ばして取るだけだから。うん、落ちないと思うね。うん、え、ちょ、え怖い。怖いです。チェックポイント以外の場所で無理に体を乗り出して落ちても、責任取れないでみ。プールに落ちても助けないでみ。それじゃあ、もし浮かずにプールに落ちたりしたら。それじゃあ、プール放出でみ。誰か落ちるってことですね。うん、あ、かっこいい。コウモリチームバーサス、新ヤギさんチーム。おー。どっちも頑張ってほしい。うん。うわ。え、ね、どうすんねん今更やめるって選択肢はなさそうだな。落ちなければいいんだから大丈夫だよ。そうだね。どの道このまま引き下がれないよ。分かってる。みんな間違ってもプールに落ちたりしないように安全第一で行こう。頼むぜピオス。オッケー。おー、え、何、どうすんの？え、それ何するの？これ何？まだ進んでいく？進んでいくのか。オッケーオッケー。これは、泡で通路が塞がってる。うわ、雲を渡れってこと？ああ、なるほどね。うわ。うわ、しかも全然割れないぞ。向こう側になんかありますよ。おー。本当だ、なんかある。これって、あの雲みたいな足場を渡ってスイッチを押せってことかしら。これ一人が行けばいいってことだね、多分ね。失敗したらプールに落ちるじゃないか。一人が渡ってスイッチを押せば十分だな。うんうん。それならここはユウ先生が行ってくるからみんな待ってて。おー、オッケー。頑張って。話しかけられるわけではなさそうだな。オッケー。うんうん。え、は、へえ。はい。お、うまい。なるほどね。はい。まだまだ余裕よ。うん。はい、オッケー。お、うまい。はい、オッケー。うまいね。タイミングゲーだ。すごい。割れる？オッケー。いいね。あ、割れた。あれ、卵になった効果音と一緒だったな。同じだったね。嫌な音したな。こういう障害物はアスレチックを攻略すれば消えて通れるようになるってことみたいだね。うんうん。そうと分かれば話は早い。どんどん進もう。これ戻れる？戻るとき、あ、大丈夫だね。ああ、戻ってくる。よかった。よかったね。うん。怖いわ。じゃ、何これ？進めなさそう。何これ？うお。そうだよね。あの、ダッシュ版みたいな感じじゃない？ああ、なるほどね。うん。なんだこりゃ、前に進めないぞ。出て攻略すんのこれ。でもめっちゃ頑張って走る。さっきのスイッチは向こうにあるなら。んー、何か仕掛けがあるのかな。誰か投げるとか。ああ、気合で逆走すればいいんじゃないか。ノーキンがいる。同じこと言ってる私と。むむむ、そうだとしてもこんなすごい勢いなのに逆走なんて危ないよ。ここは、ゆう先生が気合を見せる。うわぁ、ゆう先生頑張るね。頑張るなぁ。あ、頑張って。ボタン連打。
ここはとにかく足を動かすしかない。行けピオス。オッケー。おらー余裕だった。めっちゃ応援してくれた。おい、思ったより脳筋マーベラス頑張るのら。いや、めっちゃ余裕これはバズるかも。カメラないのに。なあ、めっちゃ余裕やで。頑張れゆるいな、okay、めっちゃゆるかった応援。ゆう先生頑張ってるね。頑張ってんね。あとまた、ね、なんだ。これで先に進めるね。お疲れゆう先生大人が体を張っている。本当だよ、疲れた。先に行こう。あ、違う違う、先じゃないさあ行こう。これでも大丈夫かな。何個アトラクション残りあるか分かんないのにこんな体力使っちゃって、まあ、ていうか一人でクリアするものじゃないんじゃない。どんどん、あ、そうか、二人とか必要になってくんじゃない。そう、臭いな。また泡で通路が塞がっているな。だって4つあるもんここに。4つ、何これ。うん、泡を消せそうなスイッチは見当たらないけど、なんかパネルがあるよ。問題が出るのかな。ま、あれをクリアしろってことだよね。どんなアスレチックかやってみないとわからないな。外れたらガコーンって落ちたりする。怖いね。怖い。ここも様子を見極め、様子見を兼ねて、うん、ありがとう。様子見を兼ねてゆう先生が引き受けるよ。またブラックがやるのか。まだまだ、どうってことないさ。みんなは勝手に触っちゃダメだからね。そうだよ、そうだよ。危ないことしないでね。危ないことしないでね。ね一人にしか言ってないな。ああ、そういうことか。今モニターにマークが表示されたけど、よかった、僕こういうの苦手ですよ。どういうことだろう。床の模様と関係があるのか。もう触っていいんじゃない。オッケー、オッケー、よし。モニターに表示されたマークと同じ床のマークを踏めばクリアってこと。クリアってわけか。これ覚えゲーかな、大丈夫かな。だと思ってますよ。気をつけてゆう先生、まだ終わりじゃないみたいだよ。頑張れ。はい、人でクラゲ、はい、そういうことだね、やっぱり、はい、OK、 よし。マークがたくさん表示されたときは表示された順番も覚えないといけないんだな。その調子よ先生。次、次、人で、人でクラゲ、はい、人で、人でクラゲ。まだまだいけますね。いけるね。ああよかった、これで終わりか。早い、めちゃ簡単。まあ幼稚園児でもクリアできるように作られているのかもしれません。まあ確かにね。うん、そろそろチェックポイントが近いはず、行こう。全然5個ぐらいあると思ったわね。余裕でした。え、ここ怖い、怖いね。あ、あ、カナタ、もう来たのか。思ったより早かったな。直接対決かな。大丈夫なんこれ。雲一個あるから渡れそうだけどね。確かに。うん、カナタの方が少しだけ早かったみたいだね。でも全然互角だよ。さあ、ボールがどんどん流されていくでみー。あ、来た。お、お、キャッチした。あれあれ、何も入ってない。マジ、こっちはチケットが1枚だけ。はぁ、あ、外れもあんのか。なるほどね。ボールの中身はお宝だけじゃないでみー。外れだったりチケット入りだったり、よりどりみどりでみー。よ、余計なこと。ああ、とにかくキャッチしないと。そうだね、私が先です。いや、落ちる落ちる落ちるって。ダメだってみんな待って。ただでさえ水辺で滑りやすいのに8人全員が先を争ったら危ないよ。確かに、逆にウニのおしくらまんじゅうになっちゃうかもね。痛そう。なんでトゲ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 。ああ、トゲトゲなんだ。僕は少し先回りして他にキャッチできそうな足場がないか探してくるよ。助かる。うん、まあ、あ、一緒にいた。ならばヒーローは誰よりも早く先にキャッチするのだ。するなら
待っててください、カメラちゃん。初めて見たぞ、その立ち絵。ね、何かわいい。フリフリ。いい感じに分かれたんじゃない？そうだね。一緒に頑張ろうな。うん。よし、俺たちはここでボールをキャッチしよう。好きにすれば。弱い奴がいっぱいいてもキャッチできなきゃ意味ないからな。あ、またたくさん流れてきた。落ちるなよ誰も。え、でもこのチームワークやめてほしい。大変だね。あの、僕しかいません。まあ、私はプレイ頑張るから。頑張ろう、ゆう先生。確かに私が当たりっぽいボールを探す。 OK。 頑張れ。あー、そっちか。なんかでかいボールが来た。なんか来たよ、白いの。白いの。ちょっと取れない。取れ。外れた。頑張って。 OK。 あ、それ何？あ、何何？はこの BGM だな。 OK。よし、回収。お宝ゲット。よし、回収したぞ。あ、そっち。あ、頑張って。あ、そっち行った。あれ、予備が外れたかな。忙しいね、これ。はい、はい、オッケー。ナイス。え、でもチケット5枚だった、これは。あ、5枚。うん、お宝じゃなかった。ほんと、ちょっと休憩。これ、かなたくんの。かなたくんの、うん、アスレチックの後にこれはきついよ。かなたくんの前にさいれば。先生、ギガントのやつが来てる。ギガント、ギガント、頑張って。今んとこチケットしか手に入れてないよ。はい。あ、お宝、お宝、お宝。 OK。 ナイス。いいぞ、いいぞ。ほい、 OK。 いや、チケット。あ、チケットか。あれ、読みが外れたかな。下が忙しい。いっぱい喋ってる。かなたくん全然取れてないんじゃない？え、確かに。てか、もう来てないよ。てか全然来てなくない？うん。第1部終了でみー、全回収。ナイス。よしよし。イエーイ。お宝、一つも取れなかった。これ、やばいか？かなたくん。いや、そうなんだよね。何とか譲った方がいい、もしかして。いや、ひなたの分もメダルを集めるなら、終了までに3つ取れればそれでいいんだ。焦らなくていいか。うわ、これ取らせるべきなのか。取らせた方がいいのか。いや、脱落してほしいわけじゃないからな。まあね。うん。ごめん、こっちはチケットしか取れなかったよ。ヒーローもちょっとだけ調子が悪かったような気がしなくもない。まあ、お面がないからな。うん、しょうがない。プール遊びは休憩とセット。これより休憩時間だよみー。休憩時間？そんなことを言っている場合じゃ。休憩時間が終わるまでボールはストップしますでみ。アスレチックも一時封鎖でみ。かなた、休憩時間くらいこっちで一緒に休もう。なあ。そして聞かせてくれないか。なんでここまでしてこのアトラクションでメダルを集めようとしているのか。そうだね。素直に喋ってくれるのかな。黙ってないで何か言ってみなよ。クスクス。言ったけど。お前らに教えることなんか何にもないぞ。あ、カナタ。ダイヤくん。ダイヤが怒るのも無理ないよ。ひどいよね、あんな態度。いや、そういう意味じゃなさそうだけど。なんか心配って感じだよね、ダイヤくんは。そうだね。ヒカルとアキが集めたチケットを1枚もらった。かわいい。ゾウヤとダイヤが集めたチケットを3枚もらった。うん。シンタとワタルとマドカが集めたチケットを2枚もらった。あ、休憩時、なるほどね。どね、久しぶりのチケットタイムだ。うん。休憩時間が始まりました。場所は違えど、これまでの自由時間のように気になる子供たちと交流できます。はい。せっかくですから、チケットで何か買ってあげるのもいいでしょう。スペシャルゲージがマックスになった子は、今後活躍してくれるかもしれませんよ。お、なんだって？選ばなきゃいけねえじゃねえかよ。ちょっと待ってください。これ、彼方にはあげれないってことですよね。そうですね。まあ、25チケットもある。僕はヒカルちゃんがいれば別に全然それでいいんですけど。ですね。私も、お、
体が。あ、そういうことだ。一体どうしたっていうのよ。あれだ、ね、スペシャルゲージがマックスならジャンプ系のアスレチックを一つ速攻でクリアする。はぁ、選ぶのね、やっぱり。とにかく、しっかり連れ戻して、コウモリなんてやめさせないとね。まあ、いいですね。カナタがここまでするなんて、ショックだよ。スペシャルゲージがマックスなら、記憶系のアスレチックを一つ速攻でクリアする。なるほど。カナタは意地悪だけど、人が本当に嫌がることはしないって思ってたのにな。ってことはまだまだありそうだね、ってかレース。ありそうだね。お面がなくても、俺は戦隊のレッドなのだ。スペシャルゲージがマックスなら、気合系のアスレチックを一つ速攻でクリアする。気合系気合系ってどれだ？だからあのあれでしょ、脳筋ダッシュでしょ。あー、脳筋ダッシュ、なるほどね。オッケーオッケー。まあたまには仲間たちに活躍の機会を譲ってもいいけどな。かわいい。シンタがブツブツうるさいなのら。あー、これもあれか、気合系なんだ。え、気合なんだね。え、それより僕ちゃんはあそこのかき氷屋さんが気になるのら。え、なんかこんなとびきりの笑顔をしたことあった？ね、かわいい。ねえ、初めて見たぞ。あのカメラがないと落ち着きません。ふんふん、記憶系ね。うん、万が一にもこのまま帰ってこないなんてのは絶対になしです。いやー、みんなのやつ取り返したいけどな。うん、でも奪われちゃったらどうしたらいいんだろうな。よく見るとなかなかキャッチーでファンタジーなアトラクションね。ね、でもまだまだ先は長そう。階段も多いし。いや、リアルで考えたら体力結構消費しそうだな。きっとカナタもどこかで休憩してるさ。ダイヤもしっかり休憩してね。あー、ダイヤくん、連れて行きたいけど連れて行きたくない。かき氷いかがでみー、チケットで交換できるでみー。何味があるんだろう、かき氷か。力を貸してほしい子に食べさせてあげるのもいいかもな。まあメインは、うん、あー、なんか3種類っぽくない。あー、なるほどね。力と記憶とパワーか、ね、うんうんうん。え、で食べさせてあげる、あ、ついてきてで食べさせるのか。なるほどね、なるほど。まあどうも。まあ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 。ふん、作戦会議なら付き合うぜ。食べなさい。うん、レッドにも休息は必要だからな。え、待て待て、何これ。ああ、ジュース、アイスバー、かき氷。なるほど。ただこれさ、25枚って結構少なくない？少ないかも。なんかマジでちゃんと考えた方がいいやつか。25÷7 は、3回、3人はかき氷買えるけど、うんうんうん、まあ、3人だったらいいか別に。そうだね。で、あとはアイスバー1人買えるかなくらい。うん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 。いやー、しんたくん両手話で喜んでるな、なんかな。え、だってさ、いい、僕たちのこの感じで言うとさ、うん、しんた、ひかる、ダイヤくんでしょ。うん。3人ってもう決まっちゃった。決まっちゃったんだよね。うん、まあ、どんくらい伸びるかによるけど、かき氷で全部伸びるかな、ね、伸びないとだって割に合わなくない。合わない。7枚だぞ、7枚。うん、1回ちょっと1回セーブ。ちょっとちょっと、そんなかわいそうなことしてやるなって。ごめんて。これいいな、これ全員見たいな。ちょっと見たいね。ちょっとかき氷買ってあげてもいいかな。うん、いいよ。はい。あー、いい。そうか、どうなんだろう、これ3人じゃなくて2人とかにしとく。そうしよっか。よっしゃあ、げました。これは困る。全員分見なきゃ。いや、そうだよね。うん、そういえば、シンタが取られちゃったお面って。あれは俺が選ばれしレッドであることの証なのだ。だからそれを取るなんて反則だ。もし帰ってこなかったら、また買ってもらわないといけなくなるし。そうだね。ブラック！レッドをやるのは俺なんだからな！
レッドがいない間に勝手にレッドの座を奪うんじゃないぞ。そんなことしないよ。ねえ、かわいいよ。これ恋愛ゲームだったんだ。ねえ、攻略キャラ。攻略キャラだね。ええー。うわぁ。お願いします。はい。何？すいません、大変申し訳ないのですが、断っていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。断りましょう。見たいです。うん。ゆう先生がおごってくれるの？やべやべだ。ここまで期待させといて。かわいい。まあとりあえずね、かき氷あげましょう。はい、やったー、ありがとう。かわいい、かわいい。スクショ撮った。そういえばヒカルが取られちゃった大事なものって、マリアからもらったビー玉、ちゃんとバッグに入れといたんだけどな。ビー玉、マリアから、そっか。きっと大事なエピソードがある特別なビー玉なんだろうな。でもマリアからもらった折り紙は無事でよかった。よかったね。あとハンカチと失敗した工作と泥団子と。泥団子バッグに入ってるの？いや、それはどうなんだ。ダメだな。それ全部マリアからの？当たり前でしょ。マリアガチ勢でくさ。マリアからもらったものは全部バッグに入れて大事にしてんの。いやー、愛ですね。愛ですね。大事なものには変わりないけど、思ってたより範囲が広いんだな。いや、いいですね。いや、全然恋愛じゃないな、これは。これは、人の恋愛トーク聞いて盛り上がる感じだったわ。あ、そうだね。うん。いやー、ありがとう。一応、別でセーブは取って、他の子も見れるようにしておくけど。はい。まあ、一旦進めてく？そうだね。どうしよう、これゲージさ、二人のゲージだけ上げとく？じゃあ。マックスにしとこう。うん。いけた！よし！オッケー。やった、ありがとう。あ、これ同じ、あ、少しの間休憩した。なるほどね。オッケーオッケー。で、しんたくんにも。うん。ついてきて。ジュースあげるよ。おじさんがジュース買ってあげるからね。今すぐ逃げて。今すぐ逃げよう。いや、どうだった？ジュース美味しかったかい？何を飲ませたの？いや、ジュースだよ。怖いよ。犯罪になっちゃう。いや、7枚しか残んないか。でもこれさ、逆によ、ジュースだけでさ、会話出そうな気がしたからさ。あ、確かに。全回収するときはジュースでいいんじゃない？いや、進める、クリアしてから全員分見る？うん、そうしよう、そうしよう。Okay。で、これ、こっちに進めばいけるのかな？あ、いけそうですね。はい。はい。よし、アトラクション再開だ。ダイヤ君の見るの楽しみすぎる。ね。それは、食後の楽しみにしとこうぜ。うん。ちょっと。多分、終わった後、僕たち死んでるからね。そうだね。少しでも癒しの時間をね。そう。うん、あ、また記憶ゲーっぽいな。ゆう先生、まだまだ先は長そうだし、アスレチックはみんなで攻略しない？そうだ、ブラック一人にいいところを持ってはいかせないぜ。大丈夫？ミスしたらプールに落ちちゃうかもしれないのに。ま、そこは自分が得意なアスレチックを頑張るって感じで。わかった。それじゃ、自信があるって人だけ、ゆう先生に言ってね。スペシャルゲージがマックスの子は自分が得意なアスレチックを。なんと自動で、しかもノーミスでクリアしてくれます。おー。あ、すごい。引き続き、岡田を中心に、しかしみんなの長所をうまく活用していきましょう。岡田って言われると誰かわかんないんちゃう。ね。ちゃんとゆうでいいのにな。そう。ダイヤ君記憶系だったんだよな、そういえば。そうなんだって感じ。ああ、確かに。うん。次はこれか。
モニターに表示されたマークを記憶して、その通りに床のマークを踏むんだよな。うん。記憶系はいないので、ユウ先生が頑張るしかない。ここは、ユウ先生の記憶力で。オッケー。ブラックのお手並み拝見だな。頑張れ。頑張るぜ。クラゲ、雫。簡単。楽勝。でもどんどん増えていくね。そうだね。その調子。次はクラゲ、クラゲ、雫。あーよ、全然余裕、うん。さっきと同じ感じだね。そうだね。よし。でも一個ずつ増えてってるかな。その調子。さっき一個目から始まったもんね。あ、そっか。人で、人で、クラゲ、人で。うん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 、人で、人で、人毛っていうとこだった。クラゲ、人で。オッケー。オッケー。パン。その音やめて。どんどん進もう。オッケーオッケー。この辺はね、大丈夫。そうだね。で、あー、気合いね。新宅に頑張ってもらおうかね。頑張ってもらおうかね。次はこれか。いいね。ベルトコンベアを止めるには気合で逆走するしかないけど。シンタ、任せた。ポケモンかよ。ブラック、待たせたな。ここはレッドである俺がかっこよくクリアしてやろう。怪我しないようにね。確かにこれ完全にポケモンですね。行ってこいって。はい、行け。あ、クリアしてくれるのか。連打しなくていいんだ。なんで連打したの。やんなきゃと思って。あー、思ったよりすごい。頑張ったね。おー、やるじゃん。ポチ。頑張ったね、偉いね。頑張った。見たかー。これがシンタの底力なのら。助かったよ。なんでブルーが褒められてるんだ。今ブルーが褒められたのか。ありがとうシンタ。頑張ったね、偉いね。頑張ったね。よち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 。あ、これね。うん。次はこれか。これをヒカルちゃんに、ああ、いけるのか。そうだね。ヒカル、任せた。任せた。私、いけるよ。今なら体も軽いし。怪我しないようにね。今なら体も軽いしって、今じゃなかったら体重いの？いや、コレクションが1個減ったからってことでしょ。あれ、ずっと持ち歩いてるでしょ、多分。うん、そうか。ビー玉、そっか、そんな重かったか。うん、まあ、気持ちがね。気持ち的に、うんうん。気持ちか、そうね。うん。これくらい、マリアなら簡単にやってみせるはず。いけ！いけ！いいね！いや、めっちゃ早い。よいしょー。まあ、やるな。俺ほどではないけどな。いや、将来絶対運動神経いいよ。ねえ、なんか、いろんな部活から引っ張りだこって感じするわ。これで先に進めるね。いやー、その未来が見たいです。生きてて。生きてくれ。助かったよ、ヒカル。どういたしまして。みんなで助け合いだ。いいね、そうだね。素敵だ。素敵だ。え、あー、来たね、メインゲーム。ん？あ、カナタ。遅いな。うわ、この BGM いい。ね、人数だけいっぱいいても、僕たちの方が早いなら意味ないよね。めっちゃ好きかも、この BGM。うん、めっちゃいい。うん。まあ。確かに一人なのに早いのら。関係ねえ。大事なのはここからだ。さあ、ボールがどんどん流れてくる。でもいい、噛んでるね、カエル卵。どうしたの。まあ、ここはまたおしくらまんじゅうにならないように別れようか。オッケー。今度は私たちが先を見てくるよ。これじゃ明日ウルトラボンバー筋肉痛になっちゃう。大変そうだ。今度こそヒーローが大事なものを誰よりも早く先にキャッチするのだ。するなら今度こそ私の大事なカメラ。これでよしだね。
君もなかなかしつこいな。ああ、彼方に語りかけてんだ。お宝は全部ひなたたちのものだ。オッケー、頑張ろう頑張ろう。気をつか応援するぞ、頑張れ。邪魔するぞ邪魔するぞひどい。勝たせてあげるの話どこ行ったの。ない、そんなものはない。あ、邪魔されてる。あ、キラキラ来たよ。キラキラはどっちに行く、下か。下じゃない？オッケー。あ、もう一個来た、キラキラ。頑張れ。うい、オッケー。ナイス。あ、お宝ゲット。あ、いいね。はい。さ、もう一個。お宝でもね、あげたいんだけど。うん。どうしよう。チケット。チケットも欲しい。あ、そっか、チケット増えるから。あ、そうだよ。あ、まだみんなと話せるね。そうだよ。やったぜ。オッケー。キラキラ来ない。ハズレか。あ、キラキラ来た。来た。あ、そっち行くか。オッケー。あ、カナタ君に取らせてあげるつもりがなさすぎる。本当に。あ、またキラキラ。あ、やばい。あれ？カナタ取らなくね？カナタの方先についたよな今。うん。お、回収、お宝。あ、そっち。完全に。何？取る気なかったの？ねえ。今全然取れるチャンスあったと思うけど。あ、終わりか？終わりっぽい。第2部終了でみー。終わっちゃった。終わっちゃったけど、これ。圧勝しちゃうよ。うん。もう申し訳なくなってきたな。うん。お宝一つも取れなかった。いや、ひなたの分もメダルを集めるなら、終了までに3つ取れればそれでいいんだ。焦らなくていいか。わかった。次のやつ、一個も取らないわ。そうしてみよう。まあ、取らなくって、だって取ってくれるかどうかは別だもんね。うん。そう、あの、めっちゃ端っこ、左側の方にいよう。うん。あー、飛ばしちゃった。あー。お宝取れなかった、そっちはって言ってたの、多分な。ヒーローはみんなの活躍のチャンスを奪ったりはしないのだ。今はお面もないしな。そうだね。クスクス、シンタはそればっかりだね。口だけでワッチヒーローなんか何の役にも立たないな。わあ。わあ。何ですかその表情。しまった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 。うるさいなら、こっちはこっちで頑張ってるなら。あっさ。え、なんかちょっとかばったくない今。ねえ、かばったね。しまった。しまった。しまった人いる。行こう。カナダにかまってても仕方ないよ。一番ちょっと怒ってるね、ゾーヤちゃんがね。そうだね。うん。足音かわいいな、みんな。うん、ぴょ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 言ってる。ポッパポッパ。あの、キューキュー鳴る靴履いてるぐらい。ああ、確かに。やばい。デビずっと動いてんな。ねえ。お、ああ、あ、もう一つボールが流れてくるデビ。ああ、カメラか？うわ、どうしたんだ？私のカメラです。え、やめ、やめ、落ちますよね。落ち。わかるんです。焦らないで。お宝か。焦ら、ああ。どいてください。あのカメラがなくちゃバズれないじゃないですか。知るか、そんなの。君のバズりなんかより、ひなたのメダルの方が100倍大事だ。バズりなんかとは何ですか？人それぞれ大事なものは違うだろうが。そうだね。ズズリハちゃんが褒めてくれた写真だっていっぱい入ってるんです。頭抱えたわ、今このセリフで。はぁ？なんで今ユズリハが出てくるんだよ。出てくるだろう。二人とも落ち着くんだ。まずい。どいて。
と待って、待って、ちょっと待ってって、ちょっと待って待って待って、どうなったの、なんかこれ海藻みたいに入っちゃったけど、ねえ、そんな挟まないでよそんな、ちょっと待って、これ何これ、いくよ、うん、どう、私の最高傑作、砂のファンタスティックプリンセスビューティー城、これゆずりはとのエピソード入るんじゃないですか、入ると思います、確かに見た目は結構すごいように見えなくもないですけど、この間のなんとか泥団子の写真も全然バズらなかったし、泥団子って私のアルティメット泥団子がバズらない、あ、秋のか、あ、そうね、泥団子、それはマリアちゃんのといやそうだよね、さっき違うもんね、個別エピソードだったからね、ね、やっぱり素人には難しすぎたのかしら、だいたいそのカメラはどうしたのよ、最近ずっと持ってるけど、なんか特別なカメラなの、お父さんにプレゼントしてもらったんです。別にそれ以上特別な何かはないですね。ほう。でも、このカメラがあれば、私だってネットでバズれちゃうんですよ。あ、やっぱやってんだな、ネット。そうだね。何してんの？はぁ、ゆずりはちゃん、やめて、やめてください。あ、ゆずりはちゃん。この間のゆずりはちゃんのモデルウォーク動画、バズりまくりですよ。アルティメット泥団子とはキラキラが違います、キラキラが、ふふん、私が泥団子に負けるわけないでしょ、最高めちゃブレてるよめっちゃブレてるね縦揺れしてる、とま、でも今日のお城は結構すごいんじゃない、まどかにまた撮ってもらったら、そう思う？そうですかね。私的にはお城よりゆずりはちゃんの方がよっぽどバズりそうに思えますけど。あんたね、せっかくカメラ持ってるんだから、別に私以外にも好きなものいっぱい撮ればいいじゃない。私がバズらなかったら私のこと撮らないつもり？そんなことないですよ。私はただいいものを撮りたいだけです、いいですか、いいものはバズります、そしてゆずりはちゃんもいつもバズる、つまりゆずりはちゃんはいいものなんだつまりゆずりはちゃんはいいもの、あー、お気に言うな、ごめんいや、この立ち絵めっちゃ好き、私ね、かわいい、かわいいそれならゆずりはちゃんだけ撮っていれば全てが最高なのでは、そういうことじゃなくって、いやー、だから写真に撮らなきゃ、投稿しなきゃ、ゆずりはちゃんが、いや、待ってください、待ってください、ここでまどかが死んだら見ままになっちゃいます、水だから、うわあ、う、嫌です、いや、嫌だからさ、僕の今まどかがね、助かるルートとしては、犠牲になる人がいたら助かるじゃないかなって思うんですけど、どうですかね、近くにいた新田さんとか、おヒーローなら助けるんですよね、ヒーロー、そうですね、戦隊の仲間ですし、パープル、まあ、助けるのかなーって思いたくもあるんですけど、彼ちょっと、日和そうだな。うん、日和って多分またトラウマのパート2ぐらいにね、助けられなかったリストに入るんじゃないですか。なんだ、ヒーロー戦隊周り全滅しちゃうのかな、しちゃうんじゃないですか。だって、なんか話的に優先生もヒーローの話になんか関わってきそうだし、うん。そうだね。助けられなかった。俺は選択を間違えた。俺はヒーローじゃなかったんだって。
なりそうですよね。なりそうってことは、助けないんじゃないかな。え、あの、まどかちゃん好きなんですけど、あの、漫画を読んでですね、僕、そういえば、ゆずりは推しにもなったんですけど、うん。あの、まどか死んでほしくないわけですね。うん、そうだね。そうなんですけど。ゆずりはちゃんに認めてもらったものだからこそ、写真に撮りたいし、投稿したいしっていうことなんでしょう？あの、今から入れる保険ってありますかね？今からでも助かる保険があるんですか？あるんですか？ありますかね？あの、進めるの怖くて押せないんですけど。いい、進めるよ。はい。バズるものかどうか、いいものかどうか、わからないです。あ、あ、うわ、まだ、まだ、まだ、大変だ。あ、まどか、よかった、みんな来てくれた。よかった。何があったの？僕ちゃん、見てたのら。かなたとまどくんがボールを取り合って、まどかが落ちちゃったのら。消えちゃったけど？消えたけど？流されていたぞ。あ、そうだよ、しんたくん、金槌じゃねえか。そうだよ。ゆう先生、頑張れ。とりあえず先回りしよう。うん。まどか、手を伸ばして、捕まるんだ。いや、でもそしたらカメラ離すことになっちゃう。そうだよね。うん。あれ、私、何をしてるんでしょう。ボールから手を離して、捕まらないと、まずいのに。全然、そんな気になれないです。合理的な判断を今までしてきたまどかちゃんが、ここでゆずりはがいたら絶対そっち行くのに。届かないか。流されてるぞパープル。このままじゃ本当に溺れちゃうぞ。カメラは諦めるんだ。ボールを離して手をこっちに。そんなのダメです。このカメラは大事なものなんです。我が戦隊のパープルとして活躍すれば、きっといくらでもバズれるぞ。カメラなんかなくたっていいだろう。いいわけないです。私はいいものを撮りたいんです。カメラなしじゃ何が大事なものなのかもわからないじゃないですか。じゃあまた買ってもらえばいいだろう。とにかくそのカメラは諦めろ。死んだにはわからないんです。本当に大事なものなんて何もない、ふわっつらだけの死んだには。そこまで言わなくてもいいじゃん。一番言われたらダメだよ、死んだくん。それまた買ってもらえばって言ったもんね。言ってたね。また買ってもらうしかないからなみたいな。そうだよね。ああ、しんたくんがどん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 飛び火がすごい。追い詰められてくる。ええー、ちょっと。まどか。ダメだ先生。もう。いや、お前行けよ。いや、ゆう先生飛び込んで。飛び込むに決まってるよな。なあ、行けよ。行けよ。行かなかったらどうすんのお前。何もしない？本当に。そんなわけないだろ。そんなあっさりまどか退場？ああ、よかった。カメラが戻ってきました。このカメラさえあれば、私はまたバズりを探せる。よしよし、壊れてないですね。私にとって何が大事なものなのか、このカメラがバズりが教えてくれる。我ながら何向きになっちゃったんですかね。確かにカメラなんてまた買ってもらえればいいはずなのに。
そっか。寂しいですよ、ゆすりはちゃん。今さらカメラやバズりより大事なものに気づいたって。寂しいだけじゃないですか。ゆすりはちゃんらしくない変な顔。どっちもよく見ると地味な写真です。これじゃあさすがに忘れないですね。でも、もうそんなのどうだっていいです。確かに最初はバズるからこそ、ゆずりはちゃんを撮っていたけど、いつの間にか。どんな姿でもいい、ただゆずりはちゃんを撮れていれば良くなってたみたいです。だって、ゆずりはちゃんこそが、私の推しで、憧れで、一番大事な友達だから。ゆずりはちゃん、そこにいるんですか？カメラのためにあそこまでするなんて。たかがじゃねえんだってば。聞いてない。今さらそれはないんじゃない。もし自分が日向を失ったら、それを少しでも考えれば、人の大事なものを面白半分で盗もうなんて考えなかったはずだよ。君がまどかにしたのは、そういうことなんだよ。違う。何が違うんだ！だって、知らなかった。そんなに大事なものだっただなんて。お宝は、お宝でしかなくて。他のやつのお宝なんて、どうせ大したものじゃないからって、あいつが。あいつ？ひなたのこと？こんなことになっても、まだ人のせいにする気。これだけやっておいて今さら、知らなかったなんてのも、言い訳にすらなってない。よくわかったよ、君のことが。もういい。君なんか友達でも何でも。ダイヤが。うまく言葉にできないなら、今無理に説明しなくてもいいから。とにかく帰ってきてって言ってる気がする。ダイヤ。そうだよ。ここまで来て、今さら私たちの中で喧嘩してどうすんのよ。誰が悪いとか、そういうのは一旦なし。複雑なわけがあるなら後で聞くから、
とにかく対立するのをやめようよ。僕はただ騙されちゃダメだよ、かなたくん。